はい、こんにちは、ギバチャンネルです。で、今日はね、スケボー割と始めたてのね、友達のオーリーを見てもらって、まあ、自分がね、研究してオーリーを良くなるように解決していこうと思いますんで、今日の友達です。まず名前を聞きましょう。はい、皆さんこんにちは。スケボー歴4ヶ月、マータロと言います。と今ギバさんから、紹介預かった通り、ちょっと今オーリーの練習をしてまして、まあちょっと ブサイクなオーリーあたりちょっと見せるんですけど、スケボー始めたっていう人は多分この動画見て多いと思うんで、まあちょっと自分と同じような悩みをちょっと共有して、まあこの動画を見てちょっと解決できたらいいなと思っています。以上です。ありがとうございます。で、これで自分が本当この後にスローモーションとかでやって解説して、で練習方法とかお伝えして、でマータロー君もそれを見て、で次回滑るときはね、もうちょっと上手くなってくれるんじゃないかなと思うんで、最後までね見てください。はい、お願いします。はい、じゃあ動画見てください。どうぞどうぞまずは普通に見てもらった後にスローモーションで問題を見つけていきます。まずですね、動画を見ながらちょっと気になるのが、まあ後ろのトラックのブッシュがやばいんじゃないかなって思います。飛ぶ前に一瞬ふらついたりするのが見えるんで、そこをねちょっと固めにすると最初はやりやすいんじゃないかなと思います。で、4ヶ月にしてはね、まあ頑張ってる方だと思います。で、いろいろね、やっぱりあのビギナーの方がよくやるミスっていうのが見受けられます。この後にね、そういったミスを、まあ、細かく説明して解決方法を説明していこうと思います。止まっておりはね、結構できてるかなって思うんですけど、次はどうかな。やっぱりこう安定が難しいですね。じゃあこの後にスローモーションで見ていこうと思います。ここからはスローモーション静止画を見ながら説明していきます。まず後ろ足のつま先あたりをテールの中心に置くと、弾く力が板にしっかり伝わります。上半身のねじれが着地時の下半身のズレにつながります。ここまでは板はまっすぐですが、この後後ろの手によって板がずれていきます。このような上半身のねじれが板のズレにつながっていきます。次は横アングルです。この時膝がノーズより出るようにできたら、この後のノーズを押し出す動きが楽になります。弾いた時に膝がノーズより出るようにするために、この時前足重心がおすすめです。その理由は別動画で説明しています。これはテールを真下に弾いたせいで膝をノーズより出すことがとても難しくなります。結果、しっかり飛べず着地が後ろ寄りになってしまいます。ここからは止まってオーリーです。止まってオーリーの時は引き踏みができ、ノーズより膝が出ているのでうまく飛べています。止まってオーリーの時も真下に弾いてしまうとこうなってしまいます。このように着地が失敗になってしまいます。膝をノーズより出すことがとても大事で、とても難しいことが分かってもらえたと思います。ではどういった練習をしていけばいいかお伝えしていこうと思います。はい、じゃあね、今の動画を見てもらって、ね、どうやってオーリーを改善したらいいかっていうことですね。まずね、最初にね、こう飛ぶ前にフラフラしてたのに関しては、まあ後ろのブッシュを締めたらいいんじゃないかなと思います。こういう硬い地面の上でこうしゃがんでもフラフラしないと思うんですけど、やばい土の上とかね、やばいとこでこうしゃがんだりするとこうバランス崩すことがあると思うんですけど、それと一緒でスケートボードの上もこうブッシュがやばいと不安定なんで、でもう長く乗ってて柔らかくても乗るの大丈夫だよって人はそれでいいと思うんですけど、まあ、ビギナーの方はね、スケボーに乗ってきた時間もまだ短いと思うんで、最初は少し固めにして、ちょっとぐらいこうフラフラしても硬いおかげでスケボーはまっすぐ進みますよっていう風にセットアップするといいんじゃないかなと思います。それでね、飛ぶ前にフラフラするのは少し改善されるんじゃないかなと思います。その2ですね、膝がねノーズより出ない、引き踏みができないってね、
き踏みとか難しいんでね、人間の足って多分こういう風にこういう風にね蹴るようにできてないと思うんですよね。そこで、まあ、どういう風にやったらいいかっていうのですよね。まあ、自分が意識するときは、まあ、前足はまあ好きなオーリーの釣りやすいやり方でいいと思うんですけど、後ろ足をまっすぐじゃなくてこう見えるかな、少し斜め、自分の場合は両足同じような感じでハの字ですね。でつま先が少しでも後ろ向きに向くと後ろに弾きやすい。で後ろに弾くのは難しいよっていう方はよく聞くね、前足重心、こう前足重心にしてもらえると引き踏みになりやすいです。その理由はね、ちょっと前の動画でしっかりと説明してますんで、もしよければその動画も見てください。そちらの動画ね、説明欄にリンク貼っておきます。まあ簡単に言えばね、こう前足重心にしてしまえば、この体勢で見てもらえば分かると思うんですけど、こっちの足がもうすでに斜めなんですよね。なのでこういう状態から踏めば自然と引き踏みになっちゃう、そういうメリットですね。このままこうまっすぐな状態からこう弾くよりもこうなってるのを、こっちは感じ的には真下なんだけど、それが自然と引き踏みになるね。言っちゃいました。でもね、動画も見てください、前回のやつもね。あとね、着地がブレるっていうのがあるんですけど、着地がブレる理由って結構いろいろあるんですけど、前足がこう持っていったりとかね、テールの踏み方がまっすぐじゃないとかいろいろあると思うんですけど、まずまっすぐ踏むっていうのは大事なことです。で次はね、次はっていうかね、スケートボードすべてにおいて、トリックすべてにおいて、上半身の動きに下がこう連動してしまうんですので、例えばターンとかでも回りたい方向に体を入れてノーズを上げると自然とターンができる。マンエティもしっかりと弾いた時に体を回してしっかりと行きたい方向を向いてジャンプすると自然と板がこうついてくる、そういう風なね、まあ、仕組みになってる。ほぼほぼそうだと思います。例外とかもあると思うんですけど、基本的にそういう風に作用してると思います。こう上半身の動きに対して板がついてくる。ですので飛ぶ時にこう上半身が、まあ、例えば飛ぶ時がこうだったら、飛んで着地もこう同じポーズになれば板は動きにくいです。でさっきの動画で見て、オーリーの途中で手がこうバッてなってしまうせいで、まあこっちが引っ張られたりとかいろんな理由で下半身に影響して板が動いてしまうんで、意識することといえば、前向いた方がやりやすいんであれば前向いててもいいんですけど、飛ぶ時と飛んで着地が同じ、飛ぶ時はこれだけど着地はこうっていうのはダメです。板がずれちゃいます。ですので、まあ、横向いて飛ぶんであればしっかり横向いて飛んで着地、できる限りこう左右対称の動き、上半身はできたらいいんじゃないかなと思います。自分も上半身こう暴れちゃう傾向があるんですけど、まあ、そのせいでね、結構トリック乱れがあるんじゃないかなと思うんですけど、なかなか治んないですね。それはもう体幹とかそういった部分になってくるのかもしれないですね。その辺をね、意識してね、自分の動画を撮りながら、あ、手がこう暴れてるな、飛んでる時はこうなのに着地の時はこうだこうだ、そういうのがね見えたら、そこを直していくと板のズレがなくなってくるんじゃないかなと思います。自分もね、最初は着地の時に90度曲がるっていう癖がありました。その時はね、上半身の動きに下半身がこう連動してるとか考えてもなかったし、高校生だったし分かんなかったんで、じゃあその時やったのが、じゃあどうしよう、肩が開いちゃう、開きにくい方向にこう矯正しようと思って、今までこう例えばハの字でやってたのを、前足を少し
進行方向こっちですね。でも足をこっち側に向けて、足がこう入ってるせいで肩がこう行きにくいんですよね。そういう風にして上半身が回りにくいようにして、まあ自分の場合はそれで矯正されて、まっすぐ飛べ出したらね、それからはね普通にスタンス戻しても飛べたんですけど、まあそういうのも試してもらえたら幸いですはい、今回はこんな感じで、まあ友達のねビギナーのこのオーリーを見てもらって、それで問題を見つけて改善方法をお伝えしていきました。まあ皆さんもね、まあ見ている方でビギナーの方とかね、同じような悩みを抱えている方いると思うんで、そういった方の少しでもねお悩み解決なったらいいなでそれ以外にもね、いろんなオーリーだったりフリップだったりね、みんなつまずくとこたくさんあると思うんでね、自分の経験でこう役に立てることがあればどんどん動画にしていこうと思いますんで、何かね要望があればコメントとか待ってます。自分もね、もう本当衰えと戦いながら頑張ってるんで、今現役バリバリのね頃とはね、トリックのキレは違うとは思うんですけど、応援の方もお願いします。ギバチャンネルではね、まあこういったハウトゥーだったり、こういったなんだろうね、お悩み解決だったり、スケボーに関する動画たくさんアップしてますんで、でおっさんの苦しむね Vlog とかねやってますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。でコメントとかね、いいねとかもよろしくお願いします。今回も最後までありがとうございます。じゃあ次回のビデオでまた会いましょう。バイバイ。